筋トレで疲れたので今日は栄養補給します。ナルト丸々3本を食べやすいサイズに細かく刻んでフライパンで炒めます。そしてこれまた強火で炒めた日霊の五目チャーハンにトッピングすればマナルトチャーハンの完成です。タンパク質が溢れてますね。本編は YouTube にて公開中。